チーズケーキファクトリーにやってきました。もう今開店5分前なんだけど、なんかすごい行列できてる。どうだろう、20人ぐらいいるのかな。日曜日ですからね、ちょっと多いかも。なるべくアイドサイドが取れることを願って頑張って並びたいと思います。ぴったりにオープンしました。10時ぴったり。はい、ほほでもこれで一段落するんじゃない、この行列で。うん、ね、これが入っちゃえばもう多分来ないよ、よっぽど。うん、もしかしたら、はい、Yeah, outside please. English menu, let's say you're Japanese. Japanese, please. Thank you. このビッグな人たちは何なんだ。席を作ってもらってんのかな。うん。うん、いいとこ来たか。 Good, thank you。 こっちでいい？いいよ。やったー。 Thank you。 いや、5分待った甲斐がありました。なんかメニュー変わったね。うん、かもね。ワインね。うん、チーズケーキファクトリーはめちゃめちゃ種類が多いから事前にメニューを決めてきました。食べ物だけは。今回はブリトーとチーズケーキを頼んでシェアしたら、シェアでもいいかって言ったら全然 OK だよって言われたから。一緒に持ってくるかみたいな。そう、ケーキとブリトー一緒に食うのって言われたから、一緒に食うよって言ったらいいよって言われたから。ちょっと笑ってたけど、ね、うん、あ、こいつら一緒に食うんだみたいな。まあこれ夏木さんのリクエストですから、僕はアフターでもよかったんだけど。いや、一緒がいい、一緒が良かったんでね。夏木さんは甘いものとしょっぱいのを交互に食べるのが好きな、ちょっと変わった特性があるからね。味変できるじゃん。じゃあ楽しみにしようか。意外と第一陣が入り終わるとテーブルは全然埋まってないから、無理して並ばなくても入れることは入れるけど、本当にこういう最前列のアウトサイドが取りたかったらちょっと5分ぐらい前に来た方がいいかもしれないですね。うん、5分前で普通にこの席が、そうそうそう、オープン後だとちょっと一列下がっちゃうかもしれない。まあ窓際ちょろっと空いてるんだよ。うん、うん、やっぱ久しぶりに来たら超でかくてびっくりしちゃった、ね、iPhone がこれiPhone7 がなんだよ、すごい、縦にも横にもでかい ね、 ね、そして突き出しのファンがあることも忘れてました ね、 ね、あったね、そういえば。あ、ちゃんとあったかい、本当、うん、本当だ、ね、これテイクアウトするとこれついてくるんだよね。うん、ついてくる、ちゃんとね。サンドイッチ頼むとサンドイッチにこれがついてくるんだよ。パンだらけ、そう、パンだらけになる。一回部屋がパンだらけになったことある、ね、じゃあ、じゃあいただきましょうか。はい、はい、いただきます。うん、それ周りに何がついてるのこれ。塩かな、なんだ、塩な、しょっぱい、しょっぱい、うん、でもレモネードは普通に美味しいです。あ、美味しい、ね、あ、酸っぱ、え、酸っぱいか、でも手作り感がある、
手作り感があって美味しい。ごめん砂糖でした。うん、なんかすごいフレッシュなレモンの味がする。美味しいよ。うん、アイスティーはね、まあ普通、普通っちゃ普通。普通のアイスティーが来たね。うん、俺普通のアイスティー頼んだもん。あ、そうか。うん、トロピカルじゃないの頼んだ。あ、そんなあった、うん、あ、気づかなかった。あ、そうか。バターカチカチなんだけど。バターカチカチかい。なにこれ、溶けとるかと思ったらカチカチかい。意外と、意外とあれもないよね、バターナイフみたいなのもないよね。私頑張って、じゃあこういうとこが大雑把だよ、ね、うん、いただきます。バターなしで美味しいかな。ちょっとつけて。バター、うん、うん、あ、センキュー。バター、カチカチバター。うん、美味しいよね。うん、美味しい。バターが美味しい。バターも美味しいけど、バターがすごいミルキー。美味しい。バター美味しいね、これ。美味しいよ。うん、死ぬほど来ました。どうこれ、 iPhone の2倍ぐらいある。2倍ぐらいあるね。うん、でかい。トワイスサイズあるよ。あとこれがセット、付け合わせ。付け合わせ尋常じゃないよ。うん、すごい。あとこれがフレッシュストロベリー。うん、これが美味しいんだよ。これがね、大好きで来たら毎年必ず1個食べるという。うん、美味しいよ。いやー、これ食べきれるかな。頑張るぞ。頑張るぞ。これね、2000キロカロリーぐらい。怖い。取りそびれました、はい、切り分けました。取りそびれた。見えるかな。うん、断面はこんな感じ。うん、なんかご飯が多い。米入ってたんだね。うん、食べてみようかな。はい、食べてみましょう。うん、いただきます。あ、ピラフが入ってる。あ、ピラフなんだこれ。うん、ピラフですね。ピラフ、ピラフ。うん、なんかピラフのクレープ包みみたいな味がする。なんか隣の席の人に、うん、あれはなんだみたいな、うん、見られていた。でなんかこうカレーのみたいなソースがかかってて結構スパイシー。うん、カレーっぽい味するね、なんか。うん、これはね、一人一個頼んだら死ぬよ。パクチー入ってる。あ、パクチー入ってた。これはだから、こういうのつけた方がいいよね。なるほどね。こういう付け合わせを。リップをね。うん。すごいな。でけ、いただきます。え、ポロ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 。いるのそれ。いやいや、リクエストしといて、それ。いただきます。いいですよ。チーズケーキ。これが美味しいんだよね。いただきます。美味しい。美味しい。目が覚める。もう一口ちょうだい。え、いちご。いちごは別にいらない。あ、そう。ただ生クリームがたっぷり欲しい。わかりました。生クリームたっぷりめで。はい、どうだい。いいよ。はい。あー、うーん、美味しい。ごめんね、間で食べさせて。うん、うん、やっぱうまいわこれ。生クリームが美味しいんだよね。何がうまい。いちごも美味しいよ、うん、この色は着色料がすごいけど、うん、あと砂糖がすごそうだけど、うん、これはもうカロリーを気にせず食べるべきです、うん、合計で多分2500キロカロリーぐらい。すごいね。成人男性1日分の摂取量に。本当だよね、うん、まあ2人で分けてるから大丈夫だけど、でも大半は僕が食べます。うまい。ここにカードホルダーがあるやろ。ここにカード入れて、はい、こうやってカードが出てれば、うん、なるほどね、ああカードで払うんだなって分かるから、うん、一旦このまま持っててくれるんだわ、うん、でカードを通してでもう一回伝票持ってきてくれるんだ2枚、はい、そこに1枚に金額書いてサインして、あ、2枚ともか、
それで終わり。はい、うん、説明が今下手だったけど大丈夫です、まあ、詳しくは字幕でやっときますんで、はい、ゲストコピーって方が僕たちの控えで、うん、マーチャントコピーってのが、うん、あの お店の控えだから、うん、例えばまあ今回18として、うん、これ 6.39 って書いて、うんうん、まあ、6.5 でいいや、はい、6.5、はい、で足すと、はい、足して42、うん、でここのトータルのところに 42.00、 うん、でこっちも同じように一応計算して、うん、うん、426.50 で 42.00、 はい、コピーの方にこのペケがあるから、ここにクレジットカードの裏に書いてあるのと同じサインを書いて、これ置いていけばいいから、はいはい、書いたやつはもう置きっぱなしにして帰れます。大丈夫、ナターシャならうまくやってくれる。お腹いっぱい、お腹いっぱいを覚悟していきましょう。結構大きいですそれ。まあ食べきれんかったらテイクアウトじゃなくてツーゴー、うん、あのできますからね、うん、あのバッグくれますお持ち帰り。うん、ということでチーズケーキファクトリーでした。はい、美味しかったです。美味しかったね、うん、チップ込みで42ドルでした。